降ってきたよね、今ね。まっちゃんだわ。まっちゃんだったんだ。誰か分かんなかったけど、空から人が直立不動で降ってきたんだよ。でもまっちゃんは列車乗ってるよ。そうだよね、多分ログが残っちゃってたのかな。で、真っ赤なやつ来たわ、後ろから。真っ赤な人、指が。おー、来た。ありがてありがて。いや、まっちゃんさんや。歌ね。やっぱり、よし乗ろう。あったー、機関車乗った、飛び乗るぜ。せめて同じ高さで俺は立ちたいよ。いけるし。車を発見した。しゃこっから取り打つんですよね。あ、ちょっとじゃあ、銃持ってこないですね。うわ、すげえ過激な武器だったと思ったら、知り合いだったけど、真っ赤な人が。あ、日本兵が引かれた、日本兵が引かれた。あ、なんだなぜって。あ、日本兵じゃないな、これ。ベトナム兵だな、ベトナム兵だな。危ない危ない。赤い人がいる、赤い人。誰かの馬ちゃん引かれたぞ、今。撃たっ、ごめんな。危ない危ない。あ、よかった、よかった、俺。よかった、女性キャラだから性低いって助かった。立ち上がれ。ダメだ。あ、やべえ、ちゃんさんが。ほら、ほら、じゃああれだな。脱落やね。取り打ちコンテストだ。飛車がここで、あ、取り打ちコンテストありだな、確かに。あ、停車、ちょっとしたか、ちょっとブレイクか。ちょっと待って、飛車がね、馬が来ないんだよ。今、やっと来た。リーちゃんはどこにいるの？リーちゃんは、リーちゃん駅でうろちょろしてる。今おばちゃんがいない。あー、ごめんなさい。やっと巻きた、もう遅いよこいつ。ごめんなさい。はい、こりこんなでも本当奪い。あ、そっか、俺が立てるって話を聞いてますね。あ、そっか。チョロボーの方向いてたらチョロボーに行っちゃうんだ。あれ、俺の帽子なくなってるけど、どうしたの？今ね、構えたらね、銃で殴っちゃったの。あるあるよ。俺がマップ見てる隙になってことしてくる。あ、鳥がいた。おー、向こうにすごい鳥の群だ。おー、あれ俺チャンスだろ。あ、奪い合いな。全然見えないよ。射点配どうなってんだよ。みんな全然見えない。それらしい武器持ってこないんだよ。カルカノとかさ、ボルトしか持ってきてない。ボルト式でもいい。バーミントンしか持ってない。ボルト式だと近いけど。俺誰かと思ったら、めっちゃんじゃねえかよ。おい、妹ちゃんもそんな感じ。待って、めっちゃ撃たれてるんだが。あれ、Bちゃんさんだ。Bちゃんだね。命がけだね、ほんと。あれね、あれ、Bちゃん。Bちゃんだったよ。よく見ないとわかんない。Bちゃん流血してねえか。パッと見はカモだからわかんないけど。ネギ背負ってるけど。あ、これ危ないな。でも、あ、いるよ。あ、いるな、いるな、正面いると。絶好調だ。でも、ここ落ちるな。取られたな、あれ。あ、やられた。ごめんね、まっちゃん、押し出しちゃった。え、なに、まっちゃん落ちたの？いや、偉いこと起こってるな。あいつ、あれだな。操作ミスか、本当に。いや、本当に操作ミスか、あいつ。次は死者出るだろ。何かとあいつが追っ始めてるけども。
大体鳥いた。鳥いる。ちょっとあいつが近寄ってくると怖いな、なんか。トキさん気をつけろ、トキさん気をつけろ。うん、ちょっと注意するよ。スコップ覗いてたら危ねえ。さっきは挙動おかしいもんな。おい、マチャミが下でスタンバってんだけど。あー、やった。いやー、天罰やね。天罰。あそこ怖いから近寄れないな。怖いね、ほんと命の取り合い。ゆいちゃん、こっちは来ない方がいいかもしれないよ。引きあらばやね、これ。怖い怖い。なんかほら、うちょ、こいつ。完全に撃ってきてるけど、何？あー、落ち、あ、あれ、おかしい。どうした？キャンさんね、今落ちてないよ。落ちてないよ。君の意志で、君の意志で私を撃ってきたよ。完全に。何かのせいにするんだよ。確実に命を取りに行く。完全に私を狙っていたよ。おいおい、もう何クリアしてんすか、グッポが。煽ってる。多分ね、頭打ち抜かれる。ドイツ兵が襲ってるんですけど。いやもう元気だな、ね、勝ったのかな、どっち。マチャミが必死に兵装してんだけど。あ、間違えた。いや間違えたって、マチャミ。あ、5話撃たないんだけど、俺まだ1話も撃ててなかったわ。俺1話しか撃ってないな。何発かやった。俺もう結構いったんじゃないかな。ピンちゃん落ちちゃうよ。あ、俺やっときます。落ちないよ。あ、ここ怖いな。大丈夫か。いやいやいや、スタートするよ。大乱闘やろ。いろんなことがスタートするからダメだよ。みんな仲良くして。いや、ダイナマイトじゃない。誰が撮ったんだっけ。あいつが言ってんの。何言ってんの。この距離感怖え。記憶をなくしたんか。5分前の記憶なくしたんか。あ、さよなら。トクさんが。なんか見ろ。あの勢い余って、あの塔の方に頭ガンでぶつけてお亡くなりだった。いや、生きてるんだよな、忘れないよ。とどめ刺したるわ。いや、とどめはやんないだろ、今無事に帰還したんだからさ。鳥、全然鳥いないの。全然鳥いないの。鳥さんいないですね。あ、違う、長女だったでしょ。え、一緒。トクさんの匂いが臭いからか。そうなんだ。ダメだよ、そういうのは。一緒に仲良く撮りましょうって話でしょ。誰か引きずってるけど、あれ誰なの。引きずってんじゃねえか。グッポさん、なんか引きずってるね、あれ。誰これ。あれね、よく顔見てみ。あ、全然知らない。色が A ちゃんさんに似てたからびっくりした。 A ちゃんの上からノンビッシュを引きずった。あいつは生きてるの、まだ。あいつまだ生きてる。ああ、そうか。摩擦行くかったもん、あれ。悲しい。仲良くやけどあれ。ガンズバグまで自分にいねえな。全然いないな。まあ列車が走ればああいうこともあるんです。そのまま森まで行っちゃうかしら。無事に森まで行けんの。ガンズバーグ、ガンズバーグ。謎の連携ができてる。俺知らねえ間になんかできてる。嘘。なんか形できてんじゃん。あれ、徳さん、ご存知ない。いや、なんか、当たりつく練習してんの、これ。あ、停止された。停止されたな。これチャンスなのかな。これ来るかな。トイレ行くチャンスだよ。あ、トイレ、うん、いや、待ってくれない気がするな。トイレあるか。あれ、後ろだ、あれ。浮いてるじゃん。残念、もう発射します。発射します。なんかボーって言って。今ボーって言ったな。バリンドーンって言った人。あれ誰だろう。あれ誰だろう。あれ、あれ誰だろう。危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。あー、しまった。やだやだ、落ちる。ちょっと確実に今命を落としてやっていたの。やだやだ、落ちる落ちる。やべやべやべ。この車両から危ないね。来たんだよ。危ねえよ。ちょっと、ちょっと、仕事してますみたいな感じでちゃんと構えて狙ってくんのやめてください。びっくりした今。木から葉っぱが舞うのはね、鳥に見える。ね。ちょっと命狙われてんな。怖い怖い怖い。すげえ俺今カメラ目線 B ちゃんが笑顔だった。ダメだ。場合がある。ダメだ。オッケー。カラス。鳥は。こんな時か。カラスでいいの。だから死体ありゃいいんだよ、誰か一人犠牲になる。頼む。いや、俺は無理だよ、俺も倒せ。どうした。ここはあの緑の軍隊兵隊さん、兵隊さん
ヌートからしか湧きっぽい。いたいた、何どこ、あ、いたいた、あ、いるいる、はいはいはい、よしよし、1はもらったぞ、1はもらったぞ、あと1、あと1、まだいる、まだいる、まだいる、まだいいの、まだいいの、どこ、よし、1はもらった、あ、もらわれた、あ、ゲットさんはいいじゃん、お前なんで邪魔するんだろうな、どうした、何向き、あと俺あと1話ですね、なんだと、今問題あるのグッポーさんが1話落としたこと、クリ落としてないの、まだ2話しか取ってない、はい、ううう悔しいな、そのノリ、これも証拠事ですから、もうまあ、サントリーついちゃうよ、クリア者の指だなエメラルドインしか甘い、この森を走ったんだよな、みんな、え、だだだだだだいたの、カイバー、うわ、いたいたいた、やられた、やられた、一応やられた、どこだ、一応ゲット、いいじゃない、気づかなかった、会話してる最中にカメラアングル考えないかな、だからそれも作戦だからさそういうゲームなんだね、これいかに誘導して集中させないかっていう、あ、いたいたいた、いたどこ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 、行って葉っぱでした、すみません、あ今みんな動揺したろ、これも作戦のうちだ、いや、葉っぱってすぐ分かったいや、これよ、あの差が出るんだよ、みんなカメラぐるぐるしてるから、葉っぱだってすぐ分かったよ、嘘だろ、動揺してたろ、どこどこっつっていち早くどこすぐ分かったよ、罠だってね、レベッカさん結構の声量でそんなわけないよ、動揺してたよ、そんなわけないよ、言ってたから僕はいつだって冷静さ、いや結構いいポイントなんだけどな、もうそれを聞くのおかしくないな、最高、ちょっと怖いね、いやいや引っかかってたでしょ、ビーちゃんさんもいや多分結構みんな引っかかったのよ、嘘つくとね、なんかちょっと体臭がきつくなるから、いや体臭とかそういうの察知されんの、あの、ふわーふわーって最終的にやだそんなんパーティーにいんの嫌だ、俺あと、そうそう、うん、誰かなんか造語で作ってたの、毒なんとか、毒酸性ね、毒酸性ようあんな変換したなって思いますよ、おー、なんか燃えてる、たくさんか、あれこの場所すごい、あ、煙煙煙いな、この煙の晴れた先に可能性はある、あよし、どうしたどうした、嘘、そんなわけないって、よく見て、えちゃんよく見て、黒くないでしょう、やだな、やだな、ほんとに煙煙煙ですよ、なんか口いじりしてくるな、あいつ覚えたな、あいつ会話の黒人を敵に回したらいいんだ、え、全然わかないな、全然わかないね、天気悪くなってきたな、こっち、うん、天気は、ね、雨降っちゃうとちょっとあれですよ、ちょっと悪いですよ、長期戦だね、これね、本当にわかんないな、じゃああれ確実に妨害もないんだろ、メロドクさん、これじゃないだろ、どう考えても、トンネルの、トンネル入ってる間にそこであのクソタレのやつあれの、どこにいる、あ、ちょ、おーびっくりした今、なに、ホタルトなんだ、これバレンタインに向かうのか、違うな、あの後ろの車両の子じゃない、もしかして、はぁ、今横を切った、マジで崖と崖の間横を切った、もうなに、それは短すぎるな、ノコさんなんか覗いてる場合じゃなくて、あ、いた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 あれやるな、あれやるな、あれやるな、絶対やるな、絶対やるのかな、ニンニンやめてくれたの、よいしょよっしゃよっしゃーい、あーいたーい、どうどう、ケサはな、どうどうどう、え、今どう、俺今当たったぞ、え、俺がやったよ、ダメなの、俺がやったよ、なんか言うんだよ、俺がこのトンネル無事に出れると思うなよ、そんなに8号落ちてて、あ、8号落ちたの今、誰いんの、落ちたの今、おばちゃんがなんか撃ってる、うわ、熱っどうした今、あ、使ったの今、何言ってた、何言ってたな、あ、組合長だぞ、明かりが、俺じゃねえよ
いやいや、右手に持っても俺ですからね。何でも俺に手を持ってもらえ。俺じゃねえよ。よく見ろ。あれ、あれ足だからな。何でも俺のせいにするからや。いやいや、右手に持ってるでしょうか。持ってません。持ってません。顔がもうね、顔がボケてるんでね。ボケねえよ、ボケてないよ。この暗闇でさえ、もうニカッと口角上がってるの見えるから。なんか企んでるだろ、グッポーさんの。いるだろ、ほら、犯人いたろ。あ、にいたいたかもしれない。どいつがやだよ。ここ、ここ、ここ、絶対いるぞ。よし、よし。おい、いるだろ、いるだろ。どこ？眩しい。あ、いた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 どれ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 どこさんどこどこどこあっぱでした。うんだ、首だなお前。首にそんな罪重いんか。あれやべ、あのビーチャーさんが降りてきてる。いた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 、まだ葉っぱ。どこ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 、まず俺に確認させ、まず俺に確認させ。どこ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 、あれ死ぬんじゃん。チーフに、ちなみにこの先で落ちたら死ぬよ。いや、ここはちょっとトクさん、振りじゃねえぞ、振りじゃねえぞ、トクさん。いや、ここ落ちるわけないだろ。ここ落ちるわけないだろ。えいえいえいえ。あ、落ちた。あ、おいおいおい、レキサス、痛い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 、これ引きずられてるんでしょうな。どこ行った、トクさん。トクさんが見えなくなったけど、あーうって声が聞こえたけど、あーうって聞こえて見えなくなったけど、どうしたぐるぐるぐるってなぐるぐるぐるってなった。なんかさ、人間風車みたくなってたよ。トクさん、人間風車になってたもん。あいつどこ行った。ちょ、今犯人探ししたかねえけど、俺押されたぞ絶対に。してないし、何でもそうやってさ、今のは事件だよ。あとなんでなんか電車の犯人はいるよ。あの列車の屋根の上にあの草食獣のなんか餌撒かれてるのこれ。いや、俺もすぐ奥にやってる。なんか肉片が落ちてんだけど、本当じゃないか。笑い袋出てきたぞ。いや、そんな笑わなくていいだろう。仲間一人が死んだんだぞ今。なんで笑ってんの。いや、ちょっとこれ今日の笑い袋くねえから。みーちゃん、今日一すごい、今日一すごい。ガガガガガガッ。確実 に僕も肉がなんかぐちゃぐちゃ言う音聞こえたもん。早く戻っておいでよ、ドクさん。ドクさん必死に追ってるよ今まで来た。いや、結構横を並走できないな。ポティシャスピード上げて。チョロボ、あれ頼む。あの馬の頭を狙い、馬の頭を狙い。だやべ、捕らえちゃう。俺もまだミッション。いいね。あちゃんと。いいね。とかよかった。ダイナマイト、ダイナマイト。アライグマが死んだ。飛ばされたな。ドクさん、ごめん。ちょ、アライグマに厳しいだろ。貴重なダイナマイト投げつけんなよ。だって、あのレベッカさんがやれって言ったもん。ちょっと俺も一緒にバードクロッシングでしょ。正面には残ってないから大丈夫。俺の横にずっと六族が死亡したが出てる。俺ちょっとすげえとこにいんだけど、俺トクさんどこにいんの。え、これスクリーンショット。すごいとこにいる。確かにすごいとこにいる。俺こんな壁谷の狭間にいるな。これ上がれないとか。トクさんなんとかね、頑張ってね。ウォレス駅あたりで待ってたら多分合流できる。ドックさん何もしないから早く戻ってきて。俺戻れない。崖のとこにいない。崖のとこに。あ、いたいたいた。ちょっと、えーちゃん待って、えーちゃん待って、えーちゃん待って。行っちゃった。あれ俺のだから。行っちゃった。一声欲しい。一声。今度黙っていこうか。急にバーミントンをパチュンって言うとこ。あ、やばと思ったんですけど、やっぱり体勢があります。グボナグボナですグボナ。グボは私の仕事です。あ、またそう続くどういうことだ。グボは私の仕事です。
はい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 よーし、あと一匹撃つまで言わなければいいんだな。あれこのトンネルなんか低いな、大丈夫かな。低いね、低いよ。痛い死ぬなこれ。あ、線路を頑張って走ってきて。やばい、Bちゃんのライフゲージがガリガリ減っていってる。Bちゃんも今スタミナが切れてきたよね。だいぶ。皆さんの方の天気はどうですか。こちらは豪雨です。こちらも豪雨ですね。なんか追っかけてきてるね。白いの。それダメ、それダメ、知らない人だよ。投げろ。投げろっつったよ今。頼むから俺も一緒に遊ぼうぜ。止まった、今止まった、駅に止まったら今チャンスだよ。よかったな本当に。もう俺だけ仲間外れみたいじゃないか。ん？あの涼介さんなの？あ、涼介さん、そうコメントくれてたん、今日なんか一緒にどうでした。そうですね。どうやって来れたんだろう。涼介さんって誰？あ、フレンズなんだ。まあ、文法で繋がってるのね。なるほどね。まだ俺もコメント返してなかった。何、今投げちゃったのってその人なんですか？そうだよ。申し訳ない。初めての人なのに。ダメだよ、独占維持だと思ったら他の人だみたいな、気をつけてね、やっぱり。これだ、よくある、あのうちらよくあるから、それ本坊さんにしたらスマートすぎると思った。ごめんなさい。いたよし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 、あ、クリアー。嘘、いいよ、みんなこんなに。マジかよ、やられたか。クリアした。マジかよ、本当出ないなこれ。あ、多分 A ちゃんと違う鳥打ったの。カウントは入ってた。顔出した、あれ、うん、なんでだろう、1匹しか見えなかったけど。あ、そうなんだ。これとね、同じルートらしいので。なるほどなるほど。じゃあ XBOX そんなに人いないんですか。正直ひどい。もう日本人がまずいない。そうだ、向こうはもうあれでしょ、米国の人たちばっかりでしょ。一人回った、買わなかったからな俺。全部がいい。8割 PK。 え、クロスプレイができたらいいんですけどね。やだ、 PK プレイヤーがなだれ込んでくる。多分だから民系と呼ばれていくとみんな PK なんだよ。構図は多分できそうな気がするから。ねえ、慎重にやってほしいけど。どんな時もきっとそばにいるから。おい、こいつ骨を残すなよ。みんな待たせな、俺頑張って追いついたよ。なあみんな、なんで俺の話しなかったの。俺のことガムシだったね。仲良く迎えてくれるやつがいないじゃないか。ダメか、ダメか、人に切れなかったみたいな、やめろよ。おいおい、社外に仲良く途中まで、なんでバンバードフィッシングやってんの。よくねえよ。仲間入れてくれよ。なんで急に人集めてんの。ウッドさんどうした、汚れてるぞすげえ。いや、わかるだろ。谷底まで転げ落ちたんだよ俺は。いやー、カニ底をしてくるね。そりゃ傷だらけよ、俺は。ね、ロックさん、打ち合わせ通りだったの。あの、最高、あの、最高、一番後ろの車両にね、あの、お風呂入るから、あるから入ってきて。お風呂あんの？あら、入ってきて。で、りょうすけさんはどうするの？あの、パーティーに入れてあげた方がいいんじゃない？あ、ここ、鍵なんで推薦していただけたら。うわ、あとじゃあ1匹だ。本当に行っちゃったよ。
ちょっと待って、おい、小学生の時のいじめこんなんじゃねえの。あそこになんかあるから行ってこいよって言って、本当に行っちゃったよっていうのはダメだろ、本当に。傷ついたぞ俺、今みんなバードクロッシングだよ、ここ鳥がいっぱいいるよ、きっと。ここチャンスだろ、ここチャンス、ここチャンスだろ、ここチャンスじゃなかったら。下にいるんじゃないの、下で休んでんじゃない、いる。どれ、今下に向かって飛んでた、行っちゃった。下か、下か。クリアしてるけど、チャンスよ、チャンスよ。クリアしてるやつは無視じゃない。クリアしてるやつは無視じゃない、なんだ。クリアしてるやつは無視じゃない、ほんで。お察しだよ。あれ、いないな。一発撃つと、ここじゃないの。え、いいの、チョロさん。全然いない、全然いない。全然いなかった、俺。嘘、ここ、ここがここでいなかったらもうどうしたらいいの。もう正直無理よな。数分に1回しか出てこない。ここを待ってたとこあったんだ。これでわーってみんなで取り打つみたいなね。うんうん、今ボーナスでその流れで、あー、いたいた、いたいた、オッケー、よっしゃ、オッケー、お疲れ様でした、皆さん。これから大変でしょ。自分の立ち位置ってものを考えろよ。はじめまして、りょうすけさん。はじめまして、りょうすけさん。ちゃんです、兄ちゃんです、よろしくお願いします。すみません、今兄ちゃんですやると混乱します。はい、兄ちゃんですが2人が3人がこの声が、この声が凌介さん。兄ちゃんです、やったクリアした。何だよ、兄ちゃん、また俺が最後か。ちょっと待って、みんな、みんな、カウントされてない、みんな打つのちょっと待ちなさいよ。みんなでクリアしないといけないじゃない、やっぱりね、こうやってさ、一人だけおいしゃおいしゃって言いながら、ごめんなさいね、コメントもらってたんだけど、結果として俺やれてねえじゃねえかよ。バタバタ今日撮影とかやってたんだっけ。しーちゃん落とすぜ鳥、はい、おいやめろ、落とすぜ鳥、やめろやめろ、落とすぜ、落とすぜ、全部5以上も撃ちまくっとんねん。 ちょっともう俺ほんとだんまりで空見てるからな俺。みんなのものが掘り落とすぜ。総員構えろ。一話も逃すな。一話も逃すなよ。あ、そうそう、涼介さんって俺と同じルートですね。そうだね。俺もね、あの Xbox One から飛んできたんです。全員羽までむしってやれ。今どの辺？今ね、羽も残すなよ。羽も残すの？今バレンタイン向かってるかな。バレンタインで待っててもらえたら多分。ああ、できる。さあ決めた、今日はもうこれで行く。本当に、どうしようだっけそれって。ああそうだ、グラセ風の人っていうイメージあるけど、いや、キューピーさん、あーライジングさんですよね。これやるんだったらやばくない？あ、すごい、すごい良くない？今ちょっと写真撮らないこれ。ああ、これいいな、これ。あれ？列車のシネマティックならねえんだ。あ、本当ですね。日本文化史話始まったです。わかんない、歌詞わかんない。あ、いた、いいなまっちゃんさん、それそのポーズ、いたよ、あの両手広げるやつ、いた、いたよ、どれどれどれ、どこどこどこ、どこにどこにいるんだい。まっちゃんさんに今集中してよ。どこ、どこにいる、どこにいるんだ。鳥なんていらねえ。どこにいるんだ。もう消えちゃった。え、なんでよ。ラムさん今これバレンタイン到着、機関車がいいなぁ。ラムさんいる。あ、また飛んでた。ありがとうございます、りょうすけさん。あ、りょうすけさんもあれだね、お酒の人。お酒の人。あ、なんかチャリチャリ言ってるよ。ちょっとあれだ、チョロボーと似ているところある。ちょっとか。あ、ほんとだ。バレンタイン到着です。バレンタイン発車します。そう、まだ間に合うよな。奥ぽがギリギリだ。嘘。もう出発してんの。俺回収してる。みんな待って。みんな。あ、走ってきてる、走ってきてる。みんな。二人くらい走ってきてる。走ってきてる。走ってきてるな。
撃て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 あ、鳥飛んでるよ。嘘。ちょっと待って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 、俺のだからそれ。よく見て、名札書いてあるじゃん。殺しちゃった。めちゃくちゃ。おい。終わったんだろお前ら。見たこのくだり。どっかで見たことあるなおい。パチのくだり。もう夜になるから出てこねえんだからお前。大事な一話だったんだよお前。一話も残すなよ。何なんだよ。これをやら、俺の邪魔するくだりなんなんこれ。毎回。今日これで終わるぞお前。多分ミキが言ってんな俺。なんかやべえこと。だからネズミいただけダメ。あ、ごめんなさい。ネズミマウス。ブーメラン。待って何？何こそちょっと待って。今そんな気がしてた今俺。痛い乗れない。待って。ピチャマしてんの。大丈夫大丈夫乗れた。みんなしゃがんで。あっ、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 痛い痛い。痛い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 。何事どうした。いやこのトンネル浅いから頭打っためっちゃ。レベッカさん出たらハゲになってそう。やだ。頭ちょっと。髪の毛あるちゃんと。やだよ、あんなハゲて、ハゲた人生よ。あ、ごめんなさい、今回見つかりませんね。鳥が見つからないんです。もう夜だから出てこないでしょ。うん、もう21時だ。これから朝まで。出てきたところでね、全部撃ち落とします。わけがわからない。そうです。ちょっと何言ってるかわからない。俺も頑張るぞ。俺が終わってないっつってんのに。なんで民警団のメンバー焼きになってるのか分かんない。やる気が出てきたって意味分かんない。俺があと1匹残ってるっすよ。お前らなんだ急にバカになったんか。おい例えばほら、あ、レベッカさんほらここですよって。どこ撃っちゃうのがね。なんで撃っちゃうのがいい。あ、ごめんなさい、おいほら、りょうすけさん、これね、あのね、わざとに見せた。いや、ちょ、あれだ、あの偶然に見せたわざとですから、ね、ああやって日々のストレスを、ね、発散してますから。りょうすけさんは分かってくれたから。あ、本当に。しーちゃんがいつも言ってる、ズンズンターンってやつ、これ。りょうすけさん、鼻が黒くなった。鼻血出て。あ、でもチョロボーと似てるね、顔たちが。やっぱり同じ遺伝だからだね。ほんとベース一緒かな、もしかすると。あー、そうなんだ。あー、確かにそんな気もしたけど。ちなみにマチルダもチョロボーと同じだよ。あ、そうだ。うん、これどれどれ、どこどこだ。レベッカさんはどこどこだ。これ B ちゃん、レベッカさんどこ。レベッカさん、うん、レベッカさんだから。これレベッカさんだから。すげえ混んでるなこの上。もう誰か、これ落とされるぞ。これ落とされるぞ。三密どころじゃない。本当だな。C ちゃんより大人っぽいですね。お疲れ様です。はい。この二人はここに残るって。この二人はここに。いやいや落ちてらんないんだよな。徳さん消えた。いやいや、僕が無事ですよ、ね、いや、僕が無事かけ、じゃあチョロさん落ちたのが一瞬。あ、危なかった。いや、病院組か、今。あ、救急車高いね。危ないね、これね。これはあれだね、あのミミズクとかフクロウ系探すしかない、ね、しかない、ね、飛んでる。あれ、レベッカさん、あと何話ですか。あと1話だよ。あー、そいつは頑張んないとね。ずっと邪魔されてきた。1話をもうみんなからもぎ取るってこと。意味わかんない。みんな確実に今銃出してるから。レベッカさんあそこにいるよって私にあの撃たせてくれたら終わるじゃん。で次の行けるじゃない。なんで邪魔しとるの。残念ながらね、一話も逃すな。大変やから。おう、
やる気になった。この流れよく、この流れよく全方向をもう確実に重工を読んで、これうちの人形団の楽しみみたいにするのよくねえな。毎回俺最後まで付き合わされるんだろこれ。これみんないろんな方向向けてかっこいいけど、いやいやいや、そうそう、やめやめ、阻止っていう。見つけたらまず俺に一報をくれ。ね、そろそろもう参道に着いちゃうんで、ね、やべえ、一周やべえ、やべえ、ドイツ兵出てきちゃったな。やべえ、車両変えて、俺車両変えて、どうなってそれ、あの子にバレないように車両変えて。やべえ、あんなの電車の中で始めたら、もうさっと隣の車両に。痛そうだし、体柔らかい。柔らかいね、首が柔らかい。いろんな関節を。グニャグニャ曲げて、グニャグニャになって、あーそうか、後ろでエイちゃんさんエイちゃんさんちょっとセクシーなんだよ。エイちゃんグニャグニャってなさ、エイちゃんをセクシーっていうのね、そういう色眼鏡で見るの徳さんだけなんですよ。本当だよ、本当だよ。やめてください、変態的な目線で見てるのね、徳さんだけ。そうなの、俺だけじゃないと思うんだ。あ、一匹いたよ、いたよ。どこ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 おどこだよ。どこにもいねえじゃねえかよ。行っちゃったんだよ、行っちゃったんだよ。どこにもいなかったよ今。でもいたよ、白、デッドアイス買ってたから白っぽかったけど。ガボ食ってみて。あ、酔ってるかいって。やった、やった、ざまみろ、ざまみろ、ざまみろ。分かってた、俺そんな仲間に報告しないなんて。ざまみろ。ちょっと俺が頭に、なんで今報告しなかった。全員落ちればいいと思ってた。みんな落ちなかったね、これ。全員な来たね。こんなクリアできないぞ、そんなレベル。頭来た、絶対最初に打ってやる。おお、上勝負だ、俺と。デブさん1対6やで。もう1対6、いや、どっちにしたって1対6だろ。1対6は変わらねえだろ、徳さん。俺分かったんだ、1対6は変わらねえって分かったんだ。いや、こんなんでやってけんのか。いや、でもここ開かないでしょ。なんなら下にいそうだけどな。休んでる鳥たちが。下とか言ってね、下手にみんなを動揺させてはいけないからな。あれ、そういえばラムさんは、ラムさんは乗ってる。ずっと静かだったから。今これはロー、今同じセッションには来てない。サンドニーか、まあ、今サンドに到着する。そろそろ、サンドニーですね。一周回った。セッションが違うの。いや、セッション一緒で。あれ、まっちゃんが生えてる。生えてる。生えてる、生えてる、生えてる。ただね、あ、生えてる。列車がどっか行っちゃったんだよね。そんなイケメンなのに弱いんすか。一応弱いみたい。イケメンだけど完璧じゃなかったみたい。イケメンが生えてる。いや、イケメン、よイケメン、本物はこうやってやるんだよ。これが本物だ。演技なんかじゃ出せないクオリティ。ちょっと鳥見てなきゃ。マジ、あ、やべえ、やべえ、まずい、まずいって。危ねえ。ちょちょちょ、俺、あの、え、どこ、上見すぎて、上見すぎて、あの、車両から落ちた。よし、阻止したぞ。何、いたの、鳥いたの。今、いたよ、いたよ。いたようじゃねえ、いたようじゃねえ。すげえ、風に流れた。いたようじゃねえ、かわいい。アホか。俺にやらせろよ。俺にやらせろよ。お前終わってんだろ、だから。アホって言われた。毎回これやんのか、お前。しんどいぞ。きついな、確かに。一周だぞ、お前。もう三度にから当たったんだぞ。いや、もう一周はきつくないか。一周やってなんで5匹撃ち殺せねえって何なんだよ。諦めとこよ、もう。諦めるって何。6人いたら、同じ場所にいたらきついって。君たち、ちょっと待って、おかしくない？君たちの考え方を変えたらいいでしょ。こっちもやっぱ、いや、やれるんだよ、俺は。経験値欲しいし。そうだ、やったらいい。そうそう、やろうやろう。やってなさいよ。じゃあ、
これ溜まってるけど、ビッグバレーは、だっけ。ビッグバレーはレベッカさんなんですけど、レベッカさんほら、あーごめんなさい、ごめんなさい。ほら、ほらほら、あほら、二発目意味わかんない。2発目意味わかんなくない。したんだけど、恐ろしい電車が。これだもん、りょうすけさんごめんなさい、なんかね、りょうすけさんごめんなさい。あのね、わざとじゃない、わざとじゃない、わざとです、わざとです。じゃあれわざとだったら怖いよ、もうわざとなんで、あの組合長から、やっちゃいます。危ない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 。どうしたの、ピッチャー。よしさん間に合ったかな。ピッチャー転んでたけど、どうしたの。間に合った、よかった、ごめんなさい。本当に本当にやめてよ。すいません、ごめんなさい。ゲストをぶん殴って殺すって本当にやめてよ。いや、あのね、それだけやっちゃいけないだろ。いや、わざとじゃない、本当にわざとじゃない。一発目はわざとじゃねえだなって分かったけど、二発目意味わかんねえだろ、うちでとどめさせて意味わかんねえ。本当にあれはね、誤爆なんです。何の話したの。まっちゃんさんがちゃんと祈ってるよ。殺人衝動を一生懸命抑えてるしか説明つかねえ。やだ、ほんと、あのそういうキャラで固めないでください。もう無理じゃねえか。よしやべ、よしじゃねえよ、びっくりしたよ、今。今びっくりした。私の勝利です、皆さん。ごめんなさいね。クリアした。これクリアしました。クリアしたのか。じゃあ、長距離行きますか。よし、行こう。長かったな。2周目長いな。また長かったな。どんだけ電車好きなの。いや、もうね、もっと早く終わったろ。魚釣りしてほしい。反対だろ。これ、馬読んで走ってる列車から馬乗りたいだろ。待て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 、言った言った。ビーチャーさんが今度やってる。やってないもん、やだやだ。ビーチャーさん、ついに倒したって体力が。みよろすけさん、ほんとごめんね。りょうすけさん、拾っていこう。あざーす。泥まみれだ、ここ。俺も泥まみれ、ガンで泥まみれになった。ほら、静かに徳さんコメントあげて。見てたんだな。